皆さんこんにちは、リポーターの青島理香です。沖玉のおすすめのラーメンをご紹介するおすすめ。今回は冬にしか味わうことのできない季節限定のラーメンをご紹介します。青島さんがやってきたのは南陽市宮内にある丸広食堂。山形市のお店で修行を積んだ店主が20歳の時に開店。今年で創業から42年になります。店名の通り、丸く広やかに笑顔で元気のいい接客をモットーに地域で愛され続けるお店です。店主の田村さんです。よろしくお願いします。どうも。今回は季節限定のおすすめのラーメンをご紹介いただけるということですね。はい、ワイキラーメンですね、はい、一応12月から3月まで季節限定でやっています。まさに今しか味わうことができないラーメンです、はい、とっても楽しみです。それではよろしくお願いします。はい、お待たせしました、ワイキラーメンです。はい、どうぞ。わあ、すごい。全体的に淡い白色でまさに冬のラーメンという感じがしますね。はい、またお野菜もたっぷりと乗っていて、まず気になったのがこの中央のお味噌の周りにあるこの白いもの、これは何でしょうか。それが酒かすっていうか、はい、酒の搾りかすだね、酒かす。まさにラーメンの上に雪が降り積もっているかのような見た目ですね、はい、ではスープからいただきます。なんか塩ラーメン、タンメンのようなあっさりスープです ね、最初はタンメンのような塩味で、はい、だんだん味噌を混ぜてとだんだん味噌味します。味が変わっていくわけなんですね、はい、あっさりした中にある深いコクの秘密はたっぷりと使った酒粕。鶏ガラや豚骨をベースにしたスープに酒粕、トッピングにも味噌と酒粕、まさに酒粕推しのスープです。酒粕とお味噌を溶かして加えるとコクがさらに増しました、体がとても温まってきた感じがします。でこれ酒粕はその東本さんの、はい、もう限定のやつで、よそのやつは使ってないです。ちょうど12月の初めかな、酒を絞ったやつの、これが最初のやつ。あ、うん、絞りたてということですか。限定なんだね、12月から3月まで。もう、味噌ラーメンとしてだけではなくて、こう酒粕が加わることで、また新しい味噌ラーメンに出会えたような感じがします。こちらの一杯に使われているのは中太縮れ麺。手もみを加えることで独特な縮れと柔らかでもちもちとした食感を作り出しています。それでは麺をいただきますが、麺にも酒粕が入っているということは、いや、ないですね。卵が入ってます。あ、卵が入ってるんですね、はい、卵の関係は。それではいただきます。もちもちとした歯ごたえで、また少し縮れているので、スープによく絡みますね。スープがとてもコクがあるので、この柔らかいもっちりとした麺が相性がとてもいいなと感じました。この組み合わせに出会えるまでは結構なご苦労もあったじゃないですか。ね、これは洗面会さんと結構話、3ヶ月と4ヶ月話してやっと決めて、この太さも縮れ、もう多分こう日本でもいじけるよなやってんな。それで
うん、業者さん頼んでます、うん、スープと麺のバランスが絶妙ですので、ぜひ皆さんにも食べていただきたいです。こちらもおすすめ、常連客に大人気の辛味噌ラーメン。スープをそのままいただいて、次に味噌を溶かして、さらに辛味噌を溶かしてと、3度も味の変化が楽しめる味噌ラーメン好きにはたまらない一杯です。この他にもこちらのお店にはバラエティに富んだメニューがいっぱい、そばやうどん、定食や丼物までありますよ。ここでマルヒロ食堂から視聴者プレゼントのお知らせです。来店時にキャンディーボックスを見たと言っていただくと、あわゆきラーメンを50円引き。ぜひこの機会にご利用ください。それでは最後に田村さんから視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。はい、皆さん、あわゆきラーメン食べに来てください。はい、よろしく。店主こだわりの一杯です。ぜひ食べに来てください。待ってます。待ってます。冬にぴったりのラーメンが味わえるマルヒロ食堂、あわゆきラーメンの提供は3月末頃までとなっていますので、お早めに。